こんにちは。転売屋堀秀夫です。今日は効率よく稼ぐための3つのコツ、これについてお話しします。1番、簡単に勝てる市場を見つける。2番、すぐにできることで儲かるか試してみる。3番、うまくいった方法を繰り返す。これだけですね。本当これだけをやるのが一番いいんですけど、転売屋はね、Amazon リストで効率よく稼ぐ方法を力説すると。これじゃちょっと説得力ないんで、飲食店で効率よく稼いでるですね、丸亀製麺の事例をご紹介します。まず丸亀製麺。いろいろ意見はあると思いますけど、味はですね、一流というわけじゃないです。現に、強者揃いのですね、うどんの本場、四国だと歯が立たずに撤退ということですね。で、逆に儲けようと思ったら、これでいいんですね。味にこだわったりしちゃうと、まず儲かんないです。丸亀製麺は美味しいのか？ね。うどん好きの人で丸亀製麺がね、すごい美味しいって人はまずいないと思います。ただ、うどんも食べるという人はですね、丸亀製麺で逆にまずくて食えないって方もいないと思います。その程度の味で十分と。その程度の味をキープするのがまず第一のポイントですね。これ味を極めちゃうと儲かる方からは遠ざかります。そしてね、あんまり味にはこだわらず、ね、現在848店舗。しかもね、一部上場企業でありながら、ここはね、780店舗って書いてあって、クリックすると848店舗。このアバウトさもいいですね。こういうのでね、突っ込まれちゃうような商売は選ばない方がいいですね。これで問題なくできてると。そういう市場を見つけたのもまた素敵なところです。そしてですね、丸亀製麺と言いつつ、全然兵庫にあって丸亀でも何でもないんですね。丸亀市でもないと。これ堂々と名乗っちゃうところも素敵ですね。で、そして、店舗を出してってね、ハワイに出してみたら、日本でね、いろいろね、ザルがかびてるだの、なんだの言われたのに、海外だと、何の文句もなく、単価もしかもね、全然高く売れて、毎日行列できるじゃんというので、どんどん海外の店舗を加速してます。だから全くね、この通りですよね。簡単に勝てる市場を見つけると。ね、これ日本より海外の方が簡単だって言っても海外加速してますね。で、すぐできることで儲かるか試してみると。国内のものをそのまま持っていくんだったらね、現地に合わせて買えるとかそういうの、値段以外は何も変わってないですからね。それで試してみたら儲かっちゃったと。うまくいったからもうね、ハワイでうまくいったから、ハワイでうまくいったからタイにも出しましたと。タイでもうまくいったから上海にも出しました。上海うまくいったからシドニーにも出しました。そして、ロシアにも出しました。インドネシアも出しましたと。ね。で、ラーメンがうまくいった、あ、うどんがうまくいったから、シドニーね、ラーメン店は結構多いんで、ラーメンも儲かるのかなと思って出してみたら、ラーメンも儲かりましたと。ということで、今、ラーメンね、2店舗目出してます。シドニーですね、チャツウッド。で、このチャツウッドのね、ラーメンを食べてみて、私がね、近所なんで食べに行ったんですけど、こういうお店ですね。この博多丸ってどこをやってんのかなって調べたら、この丸亀製麺のトリドールだったんで、なるほどなと、戦略が私の考えるアマゾン輸出の稼ぎ方と同じ。そしてこれは原理原則といってですね、儲けるために必要なやり方は全部これなんですね。で、アマゾン輸出なんかで合わせて考えてみると、アマゾン輸出というか転売で考えてみると、簡単に勝てる市場っていうのはもう、海外です。で、すぐにできることっていうのは、アマゾンを使った販売ですね。で、うまくいった方法を繰り返すっていうのは、その出してみた商品で、儲かった商品だけ繰り返していくと。繰り返し出していくと。もう全くアマゾン輸出はですね、私できるだけ効率よく儲けるためにどうするかっていうのを考え抜いてね、編み出したというか、見つけた方法なんで、やっぱり飲食店なんかでも厳しいね。全然転売に比べたら厳しい、商売である飲食店でも、全然通用して伸びてると。翻ってみてですね。今、国内で頑張ってですね、転売スキルを磨いてもしょうがないですね。ある程度稼げる。あるいは、あまり稼げてなくても、やることさえ分かっていれば、輸入とか国内転売じゃ稼げない方も、アマゾン輸出だったら全然稼げる可能性があります。その辺をですね、いろいろと、どう説明したもんかなと思っててですね。ちょっとラーメン食べ行ったらいい事例が見つかりましたんで、丸亀製麺の例でご紹介させていただきました。まずは、
本当に Amazon リスト儲かるのかよと気になる方はですね、こちらをクリックしてメルマガに登録してください。Amazon リストの稼ぐツボというか考え方、それとサポートを募集した時なんかのサポート募集のお知らせなんかを配信させていただいてます。メルマガ登録お待ちしてます。以上、転売王堀秀夫でした。